神社の泉、御朱印。御朱印は、朱印を敬うために使う呼び名です。このように尊称するのは、朱印が神社や寺院から出される神聖な朱の印だからです。御朱印帳には、参拝した神社名、または御祭神名と参拝年月日が墨書され、その上に朱印を押すのが一般的です。これら墨書した文字と神社の朱の印を総称して御朱印と呼んでいます。御朱印の起源には諸説あります。その中で寺院に写経を納めた際の証として受けた農協印に始まるとの説が有力です。したがって、御朱印帳のことを御農協帳とも呼びます。御朱印を受けるには、あらかじめ御朱印帳を用意しておく必要があります。御朱印帳は、比較的大きな神社やお寺で販売されています。横に長くつなぎ合わせた紙を端から折りたたみ、両側に硬い表紙をつけた折り本の形式が一般的です。ノートのような背表紙はなく、蛇腹折りになっていて、屏風のように広がります。近年は、御朱印を受けることがブームになっていることもあり、文具店や書店などでも販売されています。御朱印のもらい方。まず神社に参拝し、その後で授与所または社務所へ立ち寄り、御朱印帳を差し出してお願いするのが一般的な手順です。御朱印帳に、奉拝、慎んで神を拝むこと、と墨書してくれる場合もあります。一般的には、御朱印帳を持参して、社寺に御朱印代を納めて、印を受けます。お気持ちをお納めくださいとして、金額を明示しない場合もあります。この場合、紙納と言います。御朱印には、仏そのものを表すとされる梵字が入っていることも多いため、粗末に扱うべきではないとされます。御朱印帳を普段は神棚や仏壇にあげているという人もいるようです。新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、一枚ものの押印された紙、書き置きを用意している寺社が増えています。また、寺社での朱印授与を休止している場合もあります。服装に和袈や白衣姿などでないと応じない寺院や、事前に電話やインターネットなどでの連絡が必要な社寺もあります。御朱印は一つとは限らず、摂末社や兼務神社の御朱印を複数扱う神社もあります。寺院によっては、御栄華や仏堂、仏像ごとにもらえることもあります。また、年中行事や秘仏の御開帳、特別公開期間などに合わせて、特別な御朱印にすることもあります。近年は金泥、銀泥やカラフルな和紙を使ったりするなど、従来とは異なる御朱印も増えています。金泥、銀泥は純粋かそれに近い金銀を粉末状にして、二化和水で溶かした絵の具です。御朱印と観光地の記念スタンプは根本的に違います。
御朱印は一般に社寺の職員や神職、僧侶、氏子などの手によって応印し、参拝者が自由に応印できません。ただし無人あるいは無人となることが多い社寺の場合は、参拝者が押せるように用意されている場合もあります。一方、社寺の御朱印になぞらえた記念印が各地に設置されるようになりました。城郭に置かれる御城印、書店の御書印、酒蔵の御朱印、古墳の御墳印などです。御朱印は神社に参拝した証です。神社にお参りすると正常な気で邪気が払われると感じられます。また自分自身と向き合う時間を持つこともできます。良い気を取り込むことで開運に向けた行為を無意識に行っていることが御朱印をいただくご利益かもしれません。いただいた御朱印。